はいどうも皆さんこんにちは。麻雀なりたまやたまこと日本プロ麻雀協会小野亮介です。本日もスザクリーグの振り返りやっていきたいと思います。というわけでこちらの配信ですね、トン2局、先ほど2600を上がった庄司和恵さんの親番です。ドラカチーマン、はい、こんな感じですね。で、いきなり白が統一になりました。この手で見ることは、まあ白ポンしてさっさと上がりに行くか、まあ上の3色789かな、まず見えてるので、まあ今の周りの牌は数万でフォローが効くので2万から切っていってます。そしてお黒み通り上の3色に必要なパーマン引いてきましたね。まあドラがチーマンなので、まあそこのターツ埋まったらもう最高ですよね。というわけでもうちょっと悩んだんですけど、まあターツここのマンズ上で1個、ピンズでまあ1個ないし2個、ソーズで1個、まあ白ポンしたら白で1個、ピンズで1個と頭っていう形ですね。まあ、赤ありなんでちょっとね、数万残したいもあったんですけどね。そしてこれ、ローソー引きですね。まあ一番見えるのは7、8、9、3色なんですけど、まあ、この後ローマン引いたりとか、あとはまあ、そうですね、やっぱり赤受け大事でっていうところでちょっと6を残したんですが、これ6つも切りでもよかったかな。そしたらね、カンパスを引いた時にダイレクトに3色が見えるので、ちょっとこれは微妙だったなっていうのは後から思いましたねすぐに持ってくるパースをね、もうね、こういうのね、もったいないな。やっぱりローソー切りが良かったかもしれません。これに関しては結局ね、6 1枚持ってるから赤引いても対応できるんでね。で、周りの捨て牌的にはそこまで、どうなんだろうな、ちょっと親の庄司さんの9万とか、まあ、まだ端っこの牌だからそこまでかもしれないですけど、もう自牌を紡ぎる時間が続いていきます。2ピンもちょっと悩んだと思うんですが、まあ3ピンよりは、ね、ウーピンとか、まあポンしてテンパイできる、白ポンしてテンパイできる形でもあるんで、まあ、他に切るものもないしなぐらいの感じで2ピンつもぎりですね。お、目論見通り789はなくなりましたが、まあ678の3色が見えるので、ここで9万、ウーピン引いたらカンチーマンのリーチも打とうかなっていう感じで考えてました。周りの捨て牌的に、まあちょっと下手さんが数字を切り出し端っことは多いなって感じで、ここで持ってきたパーマンなんですけど、まあ、やっぱりここはドラを引いた時こそ価値があるっていう風に考えるんで、なんでもうこれカンチーマン固定しちゃいましたね。白ポンして数ピン打っても9ピン2人に打てそうでパワーピン打ててみたいな、ちょっとこっから白ポンは怖いなくらいの感覚ですね。さあ、そして庄司さんからリーチが飛んでいきます。ウマン切りリーチ、これ一発目ローソン持ってきて直前の手出しウソで、その前9層ですもんね。なんか勝負すんだったら678になった時っていう感覚でいましたね。でも678以外で勝負する気がないので、まあカンチーマン引いた時にカンウーピン、まあ、カンウーピン引いた時にカンチーマンはもうローソー切ってぶつけようかなと思ってるんですけど、ちょっと一発目に切るほどの範囲ではないかなって思って、で安全牌何か探そうって考えた時はパーピンが現物で、パーソーが筋かかってるけどぐらいで、これパーピン打ったら終わっちゃう手ですよねまあ終わらしてもいいのかもしれないですけど、ちょっとこの9ピンはでもどうなんだろう、微妙かな、やりすぎかな。ソーズの9号って払いで、その前に2が飛んでて、なんかそこら辺ちょっと怖いなぐらいの感覚ですかね。言語化が難しい。そしてウーマン切りなんで、マンズの関係もないですけど、一数万とか、あるいはまあマンズのサブローマスチーマンも普通にありますよね。まあ、ピンズに関しては分かんないけど、パワーピン、紡ぎられてて、その後9号の手出しだしなぐらいの感じで9ピン、まあ、勝負する形のためにいってますね。はい、一発も。さあ、庄司さんのリーチ一発ともダブトンがあんこでございました。
ふう、2曲連続、そしていいな。それじゃあちょっと手配開いていきましょう。ハイパイ見ると、おお、こんな感じなんだ。ハイパイダフトワンコなんだ。くう、どうなんですかね。お、なんか下出さんにちょっと自配が寄ってってる。え、てかこれチームドラだもんね。ミヤさんめっちゃいいやん。ビビった。へえ、この庄司さんの指切れすごいっすね。おお、ミヤさんの打点がやばい。チーピンも引いてる。イッシャンテン、やべえ。こんなことない。おお、ハンスピン入った、すごい。これ怖え。こんなことになってんだ。あー、でこれで今カンスーマンのテンパになったんですね。で、あ、なるほど。ほんで両面に振り替わってリーチ。ちょっと待って、想像のところ数ピン引いて嘘と3問のくっつきましてる。なるほど。おー、いや、これあ、ウーマンのポンテンは取んなかったっすね。1ピン3枚切れ。いや、でもこれはぶつけないな、確かに。と思ったら一発も。いやー、もうちょっとね、庄司さん止まんねえなーっていう展開がこの後続きます。はい、というわけで、2本目の動画ここら辺で終わりたいと思います。はい、よかったらチャンネル登録、高評価など押していただけると幸いです。はい、それではおつなりたまー、ありがとうございました。ありがとうございました。